シフトレジスタ。シフトレジスタとは、複数のフリップ・フロップをカスケード接続し、データがその回路内を移動、シフトしていくよう構成したデジタル回路のこと。単に、シフトレジスタといった場合、アナログシフトレジスタではなく、デジタルシフトレジスタを指すことが多い。このページでも、デジタルシフトレジスタについて解説する。シフトレジスタは、入力と、 出力それぞれについて、直列、シリアルか並列、パラレルかで4種類に分類される。直列入力並列出力系、シリアル、イン、パラレルアウト、シポと並列入力直列出力系、パラレル、イン、シリアルアウト、ピソは、シリアルデータとパラレルデータの変換に使われる。直列入力直列出力系、シソと並列入力並列出力系、ピポもある。 また、双方向シフトレジスタもあり、シフトしていく方向を変化させることができる。基礎シフトレジスタの入力と出力を相互接続すると、感情シフトレジスタを構成できる。また、多次元シフトレジスタを構成することもでき、より複雑な計算を実行することが可能である。直列入力直列出力系、子祖のシフトレジスタは、最も単純な形態である。 データはシリアルに入力端子から入力され、トリガークロック信号が入力されるたびにフリップフロップを一段ずつ進み行く。この時、入力が接続された一段目のフリップフロップに入力データ、ビットが取り込まれ、最終段のフリップフロップの持っていたデータ、ビットが出力され、失われる。フリップフロップに格納されたデータは旧端子に出力されている。 フリップフロップ1個につき1ビットのデータを保持するので4個使えば4ビットのレジスタとなる。例えばシフトレジスタの初期値が000、つまり全スロットが空であったとする。入力が1、1、0、1、0、0、0の順にあったとする。すると右の表のような状態の流れとなる。左端の列が入力に近い方のフリップフロップを 表している。つまり、この場合の出力は1101万となる。これに入力を続ければ、全く同じ順序で出力が得られる。単純なシソシフトレジスタは、出力されたデータは失われてしまう。入力されたビット列を指定された場合に、保持し続けるような回路も構成できる。この場合、シフトレジスタの出力を入力に戻し、読み書き指定の新たな信号線を追加して、 書き込み状態では通常のシフトレジスタの動作をし、読み出し状態では感情シフトレジスタとして動作するように構成する。直列入力並列出力形、シポのシフトレジスタはシリアル形式のデータをパラレル形式に変換することができる。基礎と同様に入力はシリアルである。データが入力されると全フリップフロップの出力を同時に読み取ることができるし、 クロック信号で進めていけば、ビット列はシフトされていく。並列入力直列出力系、ピソのシフトレジスタでは、入力が複数存在する。データを書き込むには、大とシフト制御信号をローにしなければならない。データをシフトするには、W、S 制御信号をハイにし、クロック信号を与える。一段目のフリップフロップへの入力のみを使えば、 シソシフトレジスタとしても機能する。並列入力並列出力系、ピポのシフトレジスタは、パラレルデータを入力として受け取り、クロック信号が駆動されるまでその内容を保持し、クロック信号によって左右にシフトさせる。これは一種の履歴情報を保持するのに使われる。シフトレジスタの最も典型的な用途として、シリアルとパラレルのインターフェース変換がある。 多くの論理回路はビット列を並列に処理するがインターフェースとしてはシリアルの方が構成しやす。シフトレジスタは単純な遅延回路としても機能する。複数の双方向シフトレジスタを並列接続するとハードウェアによるスタックを構成できる。シフトレジスタはパルス幅を広げるのにも使える。単安定マルチバイブレータに比較してタイミングが 部品の特性に依存しないという利点があるが、クロック信号が必要であり、タイミングの正確さはそのクロックの周期に依存する。初期のコンピュータでは、シフトレジスタをデータ処理に利用していた。例えば2個のシフトレジスタに入っている値の加算は、直列加算機により、最小のハードウェア資源で実現できる。数千ビットもあるような大型の、 直列入力直列出力系シフトレジスタが1970年代初期頃まで水銀遅延線の代替として使われたことがある。史上初めてシフトレジスタを使った装置として1940年代に暗号解読に使われたキャラッスが知られている。これは真空管とサイラトロンを使った5ステージのデバイスだった。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。